日常運動の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツの新作コラボドーナツ6種を食べたいと思います。まあ一部ドーナツじゃないのもありますけどね。はい、今回は確かベイクともう一つどこだっけ、なんかクロッカンシューって書いてあるんですけど、それを食べていきたいと思います。で今回初めてネットオーダーで注文してみました。いやはや便利になったものですね。お店にてすぐもらい渡してもらえたんですから、意外となんかややこしいのかなと思ったんですけど、なんか番号を呼んだら意外とそんなにスッと返してくれて本当にスムーズにやりました。どうもありがとうございます。ではその感謝の気持ちも込めていただきます。まずはこちらのチーズタルトから。ちょっとどんな感じなのかな。いやー出すの難しい。はい、こんな風になってます。ちょっとブルーベリージャムが垂れちゃってますか。ちょっと多めに見てくださいね。こんな風になる。ブルーベリーが鮮やかで美味しそうですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはこちらのチーズホイップドーナツ。これはなんか通常でも出てきそうな気はしますけど、チーズクリームはきっと美味しいんでしょうね。それではいただきます。続きましてはザクザククロッカンシュードーナツ。上のクランチが美味しそうですね。おどど、でもこれ食べるときはよく考えると悲劇ですね。起きてますけど、ではいただきます。はい、続きましてはベイクチーズタルトドーナツ。あれ上の乗り方してこっちがブルーベリーだったかな。持って帰ってきた最初にジャムがこぼれたの、たまにやるんですよね。こういうまあ食べてしまえばいいでしょう。ではいただきます。はい、続きましてはザクザクポンデリング。なんかこれも似たようなの前に出た気がしますけど、まあこれでも美味しそうなのは変わりないですね。ではいただきます。はい、ラストはクロッカンシュードーナツチョコ。先ほどのクロッカンシューにチョコレートがトッピングされるとまたどう変わるのでしょうか。気になりますね。ではいただきます。ザクザクもチーズも美味しいけど、今回はこっちの方がより美味しいかな。もう一方はちょっと難点がある。最初に食べたチーズタルトドーナツはオールドファッションの生地がタルト生地のクッキーの部分になっていましたね。なのでちょっとさっくり感は弱いんですけど、ちょっとしっとりとして甘みもある。通常のタルト生地とはまた違った味わいがありまして美味しかったです。ただタルトを求めてしまうとちょっと違うかなと思ってしまいますね。なのでちょっとどっちつかずな部分があったので、そこは残念かなとも思うのですが、チーズクリームはさっぱりしていて、なおかつ濃厚さもあって美味しかったです。ブルーベリーのジャムは完全にお好みで、好きな方はある方がいいでしょうし、苦手な方は通常版でいいと思います。ここはもう完全に好みの問題で、自分の中ではこうつけられないですね。そして続いてはチーズクリームドーナツは、チーズがこれまた濃厚、それでいてさっぱりという見事な二重層でとっても美味しかったです。チーズの味を一番楽しめるのはこれではないかなと思いました。でクロッカンシュードーナツはいずれもクロッカンのサクサクとした食感が味わえて、ふんわりもっちりの生地だけとはまた違った味わいがあったのですが、いかんせん食べづらいのがちょっと残念ですね。中のクリームは程よい甘さでどれも美味しかったです。もうポンデリングのもちもち食感とも合っていましたが、やっぱり食べづらさでちょっとマイナスになってしまうのは残念でしたね。そのあたりは難しいところですね。というわけで今回は2種のチーズタルトがこの中では一番おすすめでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。また次のミスのドーナツをチェックしたいですね。かげろうの後悔するかなこの雨は。かげろうが出ているうちに何かしたかったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。